午前7時半ごろ、神奈川県茅ヶ崎市の海岸で台船から油が漏れて流れ出ているのが見つかりました。台船に残っていた2000リットルほどの軽油の一部で、南西方向に 1.5 キロほど広がっています。吸着マットを設置するなどしてさらなる流出を防いでいます。この台船は工事車両を乗せるためのもので、先月台風の影響で1キロほど離れた平塚市の河口から流され、今月末に回収される予定でした。